私は吉野。今年大学を卒業して就職する娘がいる。結婚してすぐに義両親の家で同居して、嫁として家に尽くしてきたのだが、結婚して23年目の夏、夫が不慮の事故で亡くなってしまった。事故に遭った時、夫は一人ではなく、なんと一緒に愛人と生後間もなくの子供がいた。夫は打ち所が悪く、あっけなく行ってしまったが、愛人と子供は軽傷。子供が男の子だったこともあり、義母は夫の忘れ形見だから、うちの後継ぎなど主張した。葬式は義父が喪主、喪主の隣は義母。その隣にはなぜか、愛人の愛さんとその息子が座っていた。私と娘は、末席だったが、裏方で座る暇がない。義母は私のことを嫌っていて、これでもかと嫁いびりをする人。さらに、後継ぎは男でないと、娘ではダメよ。と言って、娘のことも邪険にする。当時私と娘は、義実家で同居していたから、愛人と子供を家に迎えるには、私と娘が邪魔だった。だから葬式の席で、愛さんと息子を紹介。息子が忘れがたみを残してくれたと、感動話に仕立てようとしたのだ。普通の人たちなら、どう考えても義母の考えに賛同しないと思うが、親戚には長年私の悪口を聞いてきた人も多く、義母と同類ばかりだった。あんな出来損ないの、娘を一人しか産めなかった嫁ではねえ。最後に親孝行をしてくれましたな。あの嫁が身代わりになってくれればよかったのに。とまで言われた。なんて人たちなの？お母さん、もっと早く離婚してればよかったのに。娘は、義両親のことも夫のことも嫌っていた。そうね。でもきっとこれでもう終わりでしょうから、最後の奉公と思えばね。お母さん、奉公っていつの時代の人よ。娘から呆れられたが、そう思わないとやっていられなかったのだ。私は寿退社をした後、専業主婦になった。義母のいびりは私と夫の結婚式で、私の親戚を見た時から始まった。吉野さんは女腹なのよ。親戚が女ばかりだったじゃない。男が産めないどころか、男が減っていく恐ろしい家系なのよ。とんだ嫁をもらったわ。昔は女腹、男腹という迷信があって、私のことを気に入らなかった義母は、そうやって難癖をつけた。生まれてくる子供の性別は、女のせいではないのに。義母には科学的な根拠なんていらない。今ならそんなわけあるかと言えるが、当時はただ傷ついて泣いてしまった。それから義母は、私が娘を産んだ時も。娘なんてね、家の財産を外に持っていくだけの厄介者じゃない。吉野さん。やっぱりあなたは女腹でダメだわね。なんで後継ぎの息子を産めないのかしら。と産院で私を叱責したのだ。夫は高校を卒業して就職した会社の上司だった。職場では頼りになる男に思えたが、家ではまるっきりダメ。私が泣いて訴えても、母さんの言うことが正しい。お前を我が家の嫁としてしつけているんだ。会社だって新卒を教育するだろう。上司に口答えはしてはいけない。と聞く耳を持たないマザコン男だった。夫も私を邪険に知らす始末。義父はといえば我関せずで、自分に害がなければどうでもいいとばかり放置。言い返しても無駄だったし、誰も味方がいなかった。離婚したいと思ったことも一度や二度ではない。実家に戻りたくても、すでに実家は兄がついている。お嫁さんもいて、子供も三人。私と娘が出戻ったとしても居場所などない。夫の給料は義母が管理しているため、私はわずかな生活費をやりくりするだけ。足りない分を日中のパートで稼いだが、娘の学用品や服を買うだけで精一杯。離婚のためのまとまったお金など、とても稼げなかったのだ。私さえ我慢すればいい。義母から嫁の心得をガミガミ言われながら20年以上。私は全てを諦め、無気力になった。そんな私に追い打ちをかけたのは、義母は嫁の実家も同じように、夫の家に尽くすという考えだった。吉野さんからの実家のお中元、千載ってどういうことなのかしら。まったく常識がないわね。もっと高級なものよこしなさいよね。去年は千載がいいのにと文句を言っていたから、わざわざ母に頼んだのに。しかも平然と私の母にも、電話をかけて同じ文句を言ってきたのだ。
母は義母に平謝りしたそうだが、その後こっそりと、よしの、大丈夫なの？いじめられているんじゃない？と聞いてきた。でも私は母に心配をかけたくない一心で、大丈夫、ちょっとお母さんきつい人だけど、嫁として認めてもらっていると思うから。と答えてしまい、自分の首を絞めてしまった。ちなみに夫の実家は、一度も私の実家にお中元もお歳暮も送ったことはない。嫁の実家には送る必要などないそうだ。夫の葬式が終わって早々、私と娘はわずかな手切れ金と荷物と共に追い出された。20年以上尽くしてきた嫁にこの仕打ち、がっかりした。それでもこれでやっと縁が切れたのかと思って気持ちを入れ替えて、自分の人生を取り戻そうと前を向いたのだ。ところがしばらく経ってから、義母から電話があった。庭が草ぼうぼうよ、早く草取りに来なさい。意味がわからない。え？なんで私が？愛さんがやればいいじゃないですか。愛さんは赤ちゃんがいるのよ。でも私のことを追い出しましたよね。もう私は嫁ではありませんけど。吉野さん、嫁という字は女と家でできているでしょ。結婚したらその家に尽くすのが当たり前です。夫は失っても嫁は嫁ですからね。それなのに吉野さんは嫁の立場で生意気ね。途中まではご立派なことだが、私は愛人のために追い出されたのだ。アパート暮らしの私に電話をかけてくるのは嫁ではなく無料の家政婦扱いではないか。わかりました、そのうち伺いますので。私はぐっと嫌な思いを飲み込んで電話を切ったが、隣で聞き耳を立てていた娘は違った。ねえお母さん、こんなのって失礼すぎるでしょ。悔しくないの？お母さん、私悔しいよ。娘は泣いていた。悔しい？そうね、そうよね。その時私はまるで突き物が落ちたように目が覚めた。今までの積み重ねで言うことを聞きそうになったのだが、ここで聞いてしまったら一生家政婦扱いだ。おかしいわよね。今まで我慢していたのがバカみたいだわ。洗脳が解ける瞬間はこんな感じなのかもしれない。次第に怒りがこみ上げてきて、私は復讐を決意した。こうして私は弁護士に相談。姻族関係終了届ですか。弁護士は、ええ、配偶者が亡くなった後その親族との親戚関係を解消するという届け出ができるんですよ、と教えてくれた。姻族関係終了届を出せば、義両親の介護や扶養をしなくてよくなるらしい。ただ撤回はできませんから慎重に、と言われたが、これで縁が切れると思うと私は嬉しかった。それもまあ出すとして、ちょっと私に考えがあるのですが。弁護士は私にいいアイデアを出してくれた。そして待ちに待った夫の49日、義母からは、嫁として義務を果たしなさい、と手伝うように連絡があった。私は義母の要求をのろのろと交わしながら、49日まで待っていたのには理由があった。葬式の時と同じように49日は家族だけでなく親戚や知人も来る。私のことを蔑んだ親戚たちも、また一悶着あるだろうと思って録画できるように準備をしたのだ。娘が喜んで協力してくれた。吉野さん、早くお客様にお茶を出しなさい。気が利かないのね。すみません、今はちょっと。表向きは言うことを聞くふりをしているのだが、どうしても恨みがましい姿勢になったのだろう。それに次から次とやることがあったので、本当にすぐには無理だった。義母は私が言いなりにならないため鬱憤が溜まっていたのかもしれない。あんたは口答えばかりして、嫁の立場で生意気ね。義母は私に手に持っていたお茶をかけるという暴挙に出た。義父はさっと見て見ぬふり。愛さんは興味津々という顔で身を乗り出した。親戚や弔問客たちは気まずけにしていたが、義母と私の不仲は有名な話。誰も止めに入らず、ざわざわとしているだけ。うちの嫁を名乗るのも恥ずかしい人間のくせに、使ってあげていることに感謝しなさいよね。どうしてこういう発想になるのか。義母の思考回路は理解できない。私はこんな人間を恐れていたのかと笑いがこみ上げてきた。お母さん、
姻族関係終了届ってご存知ですか？突然笑い出した私を、義母は不気味なものを見るような目で見ている。何よ、話をそらすつもり？この前、出させてもらったんです。わかりやすく言うと、もう一切、お母さんとは他人だってことです。嫁だからとは、もう言わせません。義母は、みるみる真っ赤になって激怒。はぁ？そんな届け出なんて、所詮は建前でしょう。法律なんて家庭では関係ないのよ。とまで言い出した。お母さんらしいですね。都合の悪いことは怒って言うことを聞かせようとするんですもん。生意気な。私は法律通り、正当な権利もいただきますね。遺産分割協議、申し込ませていただきます。はぁ？手切れ金を渡したじゃない。ええ、10万円いただきましたけど、私の結婚生活、そんなに安くないと思うんです。20年以上ですから。遺産もしっかりともらいますよ。息子の遺産は孫のものに決まっているじゃない。へえ、後継ぎって、夫の子でなくてもいいのですね。は？何を言っているのよ。孫が息子の子でないとでも？ええ、遺品整理していて見つけたんですが、夫は生前 DNA 鑑定をしていたみたいなんです。結果を見たら親子関係はありませんでしたよ。実は家を追い出される時に荷物をまとめていたら見つけたのだ。愛さんはゲッという顔をして逃げ出そうとしている。義母は真っ青。そんな。じゃあうちの後継ぎはどうなるのよ。誰が私たちの老後の世話をするのよ。さあ、私の娘は孫でも後継ぎでもないって言われましたからね。ちょっと愛さん、どういうことなの？その後は、四十九日の法要どころではなく、修羅場になった。義母の怒りは愛さんに向いたのだ。弔問客たちもそそくさと退散。私も娘とさっさと退散しようとしたのだが。吉野さん、どういうつもりだ？と義父から止められた。どういうつもりって。今まで無視を決め込んでいたくせに、お父さんこういう時にだけ何の御用ですか？しらばっくれるな。うちをめちゃくちゃにして何のつもりなんだ。ああ、本当にダメな人たちだ。自分たちのどこが悪かったのか何も分かっていない。あのですね、弁護士から聞いたんですけど、嫁いびりだとなかなか姑に慰謝料請求ってできないんですって。でもですよ、葬式の場で親族の皆さんからも詰め寄られましたし、お母さんからは今お茶を投げつけられましたよね。いくらなんでも一線超えちゃっているんです。私、お母さんにも慰謝料請求させていただくつもりです。その後、予定通り慰謝料請求や遺産分割協議の申し立てを弁護士からしてもらった。遺産分割の過程で分かったのだが、生命保険の受取人は私の名前だったそうだ。姻族関係終了届を提出しても相続権には影響がない。にもかかわらず、義母は、私たちと縁を切ったのだから、遺産も生命保険も受け取る権利はない。と主張してきた。でもそれは間違い。生命保険も受け取り人が私である以上、正当な手続きをして私が受け取ることができた。裁判中も義母からはしょっちゅう電話が来ていた。あんなことがあった四十九日を過ぎても嫁いびりをしようとする義母は異常だ。ほとんど留守電にしていたが、あなたの娘を特別にうちの後継ぎにしてあげるわよ。光栄でしょう。とふざけたことを言ってきたので、さすがに電話に出て、あははは、何を言っているんです？ずっと思っていたんですが、後継ぎとか後継者とか、普通のサラリーマン家庭じゃないですか。目かぶって恥ずかしくないんですか？というか、今後連絡するときは弁護士を通してくださいね。と言って連絡先をブロック。すると、今度は義父や親戚から連絡が来るようになった。彼らの連絡先をブロックし、さらに内容証明郵便を送り、嫌がらせ行為はやめるよう、連絡は弁護士を通すように通達した。ちなみに愛さんと息子は、激怒した義母から、今まで買い与えられたものをすべて取り上げられ、無一文で家を追い出されたそうだ。でも、もう私には関係ないこと。こうして復讐は完了。私は自分の人生を取り戻し、義母の嫁いびりから目覚めさせてくれた娘と幸せに暮らしている。